やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。キンプリさんを占いまくります。多分全2回か3回。いや、多分3回になるかな。ね、前回のタッキーも3回になったからね。1時間、なんか20分くらい撮影したからね。あの時も結局。今回もそのくらいになると思います。はい、頑張ります。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄とツイッターに書いてあって、で、ツイッターのこちらのアカウントで、この日空いてるよ、空いてないよっていうアナウンス、してますのでご覧になってお申し込みくださいませ。お知らせ2つ。まず1つ目はオンラインサロン玉木の人生向上委員会やってます。動画概要欄から入会ページに飛べますけれども、いろんなサークルとか人生のお悩み相談とかカバダス秘術の話とかね、限定動画とかありますのでぜひご検討ください。で、お知らせその2、ズバッとタロット玉木のオリジナルタロットカードができまして、そのサイン会、大阪はねもう終わって帰ってきたんだ昨日。3、4、5って大阪にいまして、そして東京のサイン会90が今まであったんだけど、17が追加になりましたので、17の申し込みがね、8日かな、うん、8日に多分日遊さんのサイトからじゃない、東京タロット美術館のサイトかからできますので、はい、お願いします。お待ちします。さて、びっくりしたよ。びっくりしちゃったよ。なんね、まさかそんなみたいな、本当に。もうタッキーのこの前のやつでさ、あ、まさかみたいな、そんなみたいな感じでさ、すっごい動揺しまくったのにさ、ね、大阪にいたんだよ、私。11月3から5まで。大阪にいてさ、3日だったっけ？確か違った3日のような気がするんだけど、うん、サイン会終わって、あーって、ホテル帰ってきて、さてね、寝ないとなって。で、その後もまた、なんか、全然関係ない話なんだけど、化粧品とコンタクトレンズを家に忘れてくるっていう、大惨事を起こしてですね、深夜にドンキホーテに行くっていう、悲惨なことがあったんだけど、その合間を縫って、キンプリが、の3人が脱退するみたいなニュースが入ってきて、嘘でしょみたいな感じで。あ、これは私の、ね、東京に帰ってから占うのがもう決まったな、みたいな感じで。キンプリさん、どうした？どうしてしまった？ね、うちの、ジャニーズ、そんなに、それほど興味のないという、夫、そんなあんまり興味ない、勢ですら、キンプリの皆さんを見ると、あ、このグループは全員わかるよっていう。そう。キンプリはね、なんか前の動画でも言ってたけど、私が、キラキラ、本当に、ザ・アイドルみたいな美しい輝き、きらめきを放ってですね、多分、次のなんか、スマップとか嵐とかみんな、そんな存在になる予定だったんじゃないの？ね。そうなんでしょ？多分。みんな一人一人もさ、俳優としてめっちゃ出てるしさ。夫、映画とかドラマとか見まくってるから、それで、知ってるよ、みんな知ってるよって言ってさ。そんな、なんか、そんな結構、ジャニーズあんまり知らないぜのうちの夫、中年男性すらみんな知ってるくらいの国民的な感じになりつつあったのに、一体何が？みたいな感じで、またちょっと深掘りしてね、謎を解いていこうかと思います。はい。いきますよ。あ、で、ツイッターで、占いまくるからリクエストくださいねって言って、リクエストをいただいた皆様ありがとうございます。今回は皆様のリクエストそのまま貼るんじゃなくて、私が全員のを見て、これとこれまとめようみたいにこう、まとめたので、それに従って占いますね。はい。本当リクエストありがとうございます、皆様。キンプリの皆さんを推してるのは、ティアラ。ティアラちゃんって言うのよね。ティアラちゃんでいいのかしら？ティアラさん。じゃあ行きますよ。ティアラって言ったら知らのなじゃ、平野さん。平野翔さん、なんで辞めるの？ 1、メンバー間の方向性の違い、やりたいことをやりたい。2、事務所ジュリーさんとのトラブル。3、タッキーが辞めたことに関係がある。4、ジュリーさんの意思を引き継ぎたい。5、あ、じゃ、うわー、4と5が、違う、5。今ね、私が読んでるのが4と5が被ってるから後で直すわ、これ。5、恋愛結婚をしたい。6、ジャニーズのアイドルでいることに好かれた。7、首。8、その他。
じゃあ、8択でいきます。なんか、ポジティブな理由とネガティブな理由が混ざってるので、それぞれ1枚ずつ、丁寧に見ますね。8個。8個質問。はい。平野翔さん。キーワードはワンドのキング。ワンドのキングはね、カリスマとかリーダーとか、ね、情熱を持った王様ですよ。自信とか責任の強い。まず1番目、メンバー間の方向性の違い。法王。それは、法王だからルール、これモラルだから。これは違うかな？メンバー間の方向性の違いは違う。あ、でも、やりたいことをやりたいは、イエスかもね。ちょっと待ってね。事務所、ジュリーさんとのトラブル、カップの6。あ、これもなんか幸せな思い出のカードが出たので、これもそんなにあれかな。タッキーが辞めたことは、ああ、なんか報われないカードが出た。これ、関係あるかも。ジャニーさんの意思を引き継ぎたい。はあ、不信感、不安みたいなカードが出た。ジャニーさんの意思を引き継ぎたい。恋愛結婚したい。これも違うかな。ジャニーズのアイドルでいることに疲れた。これも別に疲れてないかな。首。2、3、4、5、6。首。首。あ、逆風が吹いてるね。逆風が吹いてる。その他。あ、めっちゃ悲しんでんじゃん。その他苦しみみたいな。苦しみ、悲しみみたいなカードが出たんですけど。まず、平野翔さんなんで辞めるの？まずメンバー間の方向性の違いとか自分はやりたいことをやりたいみたいなのはルールとかのカードが出たので、なんか自分が自分がじゃないんだよ。だからなんかこれは違う気がするんだよな。なんかそう、周りを、そう、周りのね、このとのバランスとか団結とかそういうのを破ってまで自分のやりたいことをやるみたいなのではない。そういう、そこまでではない。で、トラブルも違う。事務所、ジュリーさんとのトラブルもなんか、幸せな思い出みたいな感じが出た。タッキーが辞めたはね、ちょっとありそうよ。うん。で、ジャニーさんの意思を引き継ぎたい、もうなんか関係ない気がする。恋愛結婚、関係ない。うん。ジャニーズのアイドルでいることにも別に疲れてない。首はね、若干、なんかあるよ、要素が。逆風とかスランプとか敗北みたいなカードが出てる。で、その他のところに、悲しみとかね。眠れない人がこんなさ、剣を、ね、これ、命の時に出たよね。めっちゃ深い悲しみみたいなのが出たの。おや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 。キーワードとしては、タッキー、首、悲しみみたいな。なんか、他の自分がこれをやりたいからとか、海外に行きたいみたい。自分が自分が俺が俺がみたいなのは全然出てないかったです。はい。じゃあ、続いて、平野さん、事務所に不満があったのか、円満退社か、さっき首のところに、むむというカードがあったけど、円満なのか、なんか、不満があったのか、まあ、円満だったら明るいカードかな。ね、円満か。ズバッと出ました。不満あるとしたらお金かな。タッキーの時も出たよね。金銭的な不満は若干何かあったと思う。で、基本的に、奮闘なんだよね。奮闘だ、これ。そうだなぁ。円満か。ギリギリだよね。円満と、円満じゃないのギリギリのラインって感じ。うん、そこまですっごい、なんか、ね、すっごい不機嫌になって、もう嫌です。大嫌いみたいな、そこまでではないんだけど、自分の優位性を保ってやめるのは今だ、みたいな。これ以上いると、立場が弱くなって、自分の、そう、有利に辞められるとか、なんだろう、この芸能界とかで、
自分の印象がいいままにやめられるチャンスは今だみたいな感じ。わかるかな？多分、これを逃したら、逃して、この、今後辞めると、もっと時間が経った後に辞めると、印象悪いみたいな、そんな感じになるかもしれない。でも、タッキーも辞めた。今なんか、ジャニーズって何か中で起きてるのみたいな、こう、ざわざわ世の中がしてる。そこで今辞めたら、自分の優位性みたいなのを保ったまま、やめられるみたいな、なんかしたたかさは若干ある、そういうチャンスだ、やめるのに絶好のチャンスが来たみたいな感じで、すっごい作戦っていうか、すごいスピードで考えたと思う。で、今もうやめるなら今しかないみたいな感じでスパンってやめたと思う。わかるかな、このニュアンス。うん、タッキーがやめたっていうのはだからすごく関係あると思う、タイミング的にね。まあ、いつ辞めるにしても、今、超、こんなチャンスないわ、みたいな。そんな感じ。今辞めたら、自分の、ね、世の中からの評価とか、そういうの落とすわけでもなく、いい感じに辞められる、みたいな、そんな感じ。うん。だ円満とも、不満とも、なんとも、まあ、不満あるならお金だけど、なんとも言えないな、これに関しては。うん、そういう感じの辞め方。な気がする。続いて、平野翔さん、今後ね、日本のメディアに出るか。メディアにはほぼ出ないけど、日本で芸能か、メディアに出ないけど、ね、芸能活動ってどういうことだ？舞台とかか。自分で書いといてなんだって思った。うん。いや、なんか、ね、出ないで、着々活動する人もいるじゃん。うん、3、起業する。4、海外で活動する。その他、オタク。ね、子供たちが帰ってきてね、大騒ぎですよ、今。ガタ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 。ペンタクルのクイーン。はい。日本のメディアに。正義の逆から出ないかな？ノーかな？2。メディアには、しめさばが来た。帰ってきた。帰ってきたね。しめさば帰ってきた。今も遅かった？遅かった。うん。何してたと思う？映画見てた。映画なんか見てないの？何してたの？じゃあ、後でお手伝いする。じゃあ、後でね。はい。ごめんなさいね。子供が入ってくるよ。しめさばが入るときには何か意味があるんだ。何の意味だろうね。メディアにはほぼ出ないけど、日本で芸能活動。あ、もう、日本怪しいな。3、起業する。これも違うな。重圧なカード。4、海外。あ、海外行くかな？ワンドのナイト。5、その他。海外プラスその他ですね。ええ。日本で芸能とか起業はちょっとないかも。これは海外ですね。ワンドのナイト。冒険に出ます。力強く。で、その他も、ものすごい幸福で、これ家族みたいなのがテーマだったりするの。海外で家族と平和に暮らすみたいなね。そういうのも十分あり得るかな、今後。ペンタクルのクイーンもさ、なんか、育み育てるみたいな感じなの。ああ、なんか、やるとしても、海外かな。うん。はい。続いて、騎士さん。騎士さん、なんで辞めるの？また、8択です。そっか、平野さん、タッキーのタイミングが、これを逃しちゃいけないみたいな、そんなチャンスに途絶えたんだね、やめるのに。ツイッターでさ、キンプリの、なんだ、脱退、の撤回を求めますみたいなハッシュタグがあったけどさ、それはどうなんだろうね。どうなんだ？なんか、みんな幸せになりたくてさ、決めたんでしょ？撤回って今更したら、彼らのプライドも、がどうなるかって考えると、ないかな。ね。騎士さんね。騎士さんちょっと停滞気味な消極的なカードが出てます。8枚出すわ。2、3、4、5、6、7、8。騎士さんは、メンバー間の方向性の違いとか、やりたいことをやりたい。
やりたいことはあるね。パワフルなバンドのクイーンのカードが出たから。方向性の違いっていうか、まあやりたいことは強くあるかな。ね。あと、ジュリーさんとのトラブルはある。めっちゃ大きいのがある。と、恋人の逆。事務所ジュリーさんとはもう確執があるとか、そんな感じだと思う。タッキーは辞めた。これもでかいです。王の逆。これでルールがなくなったな、みたいな。もう、大きな存在がなくなったから、もういいや、みたいな感じ。ジャニーさんの意思を引き継ぎたい。もあるんだ。岸さんいろいろあるな。恋愛結婚をしたい。あ、これも、両立したいって出た。今のところ、全部いっぱい出ちゃった。全部だよ。ジャニーズのアイドルでいることに疲れた。これもね、消極的。うん、疲れてるね。そうだね。首もなんか、感情が噴出不寛容みたいな、不正みたいな。そうだね、ジャニーズ側からも、多分、そうだね、めっちゃ不満がある感じが。その他、ワンドのナイト、冒険に出たいみたいなのが。ああ、これ、岸さん、全部イースが出ちゃった。うん、ここに挙げたことを全部なんとなく岸さんは全部考えてると思う。やりたいこともあるし、事務所とかね、ジュリーさんとも仲悪いし、タッキーも辞めたし、ジャニーさんの意思も引き継ぎたいし、恋愛結婚も両立したいし、ジャニーズのアイドルも疲れたし、うん、まあなんか相手側からも、なんかね、ジャニーズ側からも首っていうか、首まで行かなくてもなんか不満、自分への不満がすごいあることがすごい感じられるし、その他やりたいことも冒険の旅に出たいのもあるし、岸さんはね、面白いことに全部、もう全部出たよ。全部イエスな感じだよ。じゃあ、岸さん事務所に不満があったか、円満退社か。今の感じ見る限りは、仲悪そうだったけどね。カードが出たけどね。はい、事務所に不満があったか、円満か、ズボッと出ました。あれ、事務所自体は違うのか、待って。さっき、恋人の逆が出たのは、じゃあ、ジュリーさんと単体で、あれかな、なんかあったのかな。首っぽいカードにもなんか椅子っぽいのが出てたし、事務所ジュリーさんとのトラブルにもイエスで出たんだけど、不満があったのって聞くと、なんか、それよりも、事務所に不満よりも、やりたいことがあったのが勝ってるかな。とりあえず退社自体は、そんなガチガチに争ってる感じは見られないね。平野さんもなんか、円満と円満じゃないの、境目みたいな感じだったじゃん。岸さんはもうちょっと円満な感じが出てる。うまくやってると思う。不満があったとしても。円満退社か。まあ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 円満にやってると思う。うん、喧嘩越しではやめてないよ、岸さんは。じゃあ岸さん、今後、どういう活動をするか。さっきからさ、このカードがペラ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 、ワンドの9、備えるカードが出る。岸さんの選択肢には占いって入れたからね、リクエストに入ってたから。日本のメディアに出る。ああ、出そうかな。メディアには出ないけど、日本で芸能活動。ただの、起業する。これも、何かな。海外で活、あ、海外ウィッシュカードが出た。占いも、あるかな。なんかやるかもね。なんか死神の逆が出てる。その他もありだね。はい。対策注意点。さっきから対策注意点に力が出るんだけど。岸さん。岸さんは日本のメディアには出ると思う。メディアに出ないっていうことはないかな。企業もなんか違う気がする。海外も願いが叶うカードが出てるから、海外。日本と海外、岸さんは両方やりそう。占いもイエスで出てるよ。占いもやるって。その他、その他、
今までやってきたことを見直して評価して、さあこの後何しようかなって今すごい考えてると思う。岸さんって44の人だよね。リーダーだよね、確かね。うん。ああ、なんか、岸さんはいろいろ願いを叶えそうだね。うん。日本も海外も。岸さんさ、なんか、イエスが多いんだよね、やたら。多分ね、欲張り、いい意味でね、欲張りで、何でもうまくやるのよ。何でもイエスなの。で、何でも叶える感じの人だと思う。なんか、平野さんはちょっと、まあ、平野さんは計算高さがこう、勝ってたけど、そう。平野さんも、まあ、不器用そうではないな、なんか。でも、計算高さがちょっと見えちゃってるかな、みたいな感じがするけど。岸さんは計算高さも見せずに、実は一番計算高く全部手に入れようみたいな感じがなんか見える。で、神宮寺さんね。はい、なんで辞めるの？八択。いや、神宮寺さんだって誰かが辞めたら辞めるって言ったの。神宮寺さんもキーカードがワンドのナイトだ。みんな、たくましい感じだな。神宮寺さんなんで辞めるの？メンバー間の方向性の違い。ああ、これはイエスが出たね。事務所とのトラブル。あ、泥棒カードが出た。タッキーが辞めたから。ジャニーさんの意思。恋愛結婚。ジャニーズのアイドル疲れた。首。1,2,3,4,5,6,7 その他。ああ、なんか、成功したいみたいな感じかな。ね。ジャニーズだともうなんかこれ以上の成功が見込まれないみたいな、もっと成功したいみたいなのが出てる。神宮寺さん、メンバー間の方向性の違い、やりたいことをやりたい。これはね、方向性の違いはイエス。やりたいことがやりたいっていうか、方向性が違うみたいな感じ。で、事務所、ジュリーさんのトラブル。これなんか裏切りにあったみたいな感じが出てる。で、タッキーが辞めたから、ペンタクルの8ながらこれ地道な努力なんだよね。微妙だな。関係あるかないかな。これは関係ないかも。ジャニーさんの意思を引き継ぎたいは関係ない。うん。恋愛結婚をしたい。これはあるかも。うん。なんか、現状の中に幸せとかを見つけたいみたいな。感じが出てるから、これも、うん、恋愛結婚、ね、やめたらできるかもっていうのはあるかな。ジャニーズのアイドルでいることには若干疲れてます。消極的な、なんかもう歩くのが疲れちゃったみたいな、そういうカードが出てる。で、首はないかな？首はないかな？その他、成功したい、豊かになりたいみたいなカードが出てんの。うん。出世したいみたいな。漠然と出世したいみたいな感じが結構大きいかも。みんな辞めたし、みんな辞めたから、そう、方向性もなんか違うし、ジャニーズには騙されたし、アイドルでいることに疲れた、結婚、恋愛結婚もそのうちしたいな。漠然とだけど、もっと出世成功、こう、幸せ、満ち足りた生活、ね、人生にしたいな、みたいな、そういう感じ。うん。続いて、今後どうするか。何をするか。五択ね。五択。日本のメディア。ああ、事前授業が出た。メディアには出ないけど、メディア出るね、多分ね。起業する。起業もイエスが出た。海外で活動。海外はない。その他。その他もちょっとスキル不足みたいなのが出てる。ああ、神宮寺さんは多分ね、日本のメディアに出るのはなんか、事前事業とか何か助けるみたいな感じだから、なんかメインで自分はこう主役で本当芸能人ですみたいに出るっていうか、なんか、助っ人的に出たり、まあなんか、するかもね。まあでもイエスよ。出る。あと起業をしたいみたいな感じが出て。海外には行かないと思う。その他の選択肢もちょっと考えられないかな。スキル不足みたいなのが出てるか。まあ今後スキル向上させていけば出るかもしれないけど。ね、あるかもしれないけど。うん。
こんな感じですね。続いて、辞める3人での活動、今後の活動はあるか。ね、3人で集まって活動していこうみたいな、例えば、新しい地図的なさ、ああいう感じとか、集まって活動、起業するとかさ、3人で。それともバラッバラにやるのか。岸さんと平野さんが海外に行くって出て、神宮寺さんは日本にいそうって出たから、どうかな。まあ、たまに日本帰ってきた時やるとか、そういうくらいかな。まあ、やってもね、どうかな。三人。どうかな、ズバッと出ました。三人まとまってっていう感じじゃないんだよ。ソードの5の逆は、なんかさ、失うとかさ、こう、負けるとか、なの。バンドのエースの逆もさ、準備不足とかさ、障害があるとか、フルの逆もさ、無計画さとか、外の6はなんか、まあ、痛みからこう逃げるみたいな感じだから、ちょっと、ないかな。それぞれバラバラだと思う、これは。一緒にはやらないと思う。続いて、残ったお二人、永瀬廉さん、いつか辞めるか。